いよ。私はもうかれこれ2時間ぐらいバス乗ってるんですけど、寒すぎますよね。君も何ですか、なんかの帰りですか？あらあら、たまたま同じバスに居合わせましたね。今ちょうどお家に着いたところ。あ、今から降りられるんですね。さよなら。高速バスで立ってるの辛くない？いや、路線バスです。どんだけ家遠いんだよ、学校から。バス案件？いや、全然案件じゃないです。なんなら私座りたいですこれ。でもほら、しぐれさん筋肉なさすぎてそろそろやばいですって言われたんで、まあちょっと立つかなって思って立ってます。でもバスって本当は座った方がいいんだろうな。このバス何人乗ってんねん。なんか前方にはあんまりいなさそうですけどね。後ろに結構乗ってるかもしれないですね。皆さんちゃんと前にも座った方がいいですよ。バス降りて歩け。急にひどいこと言うじゃん。さすがにちょっとバス降りるのは無理よ。バス停止まらないのは、これ急行です。やっぱ高速バスじゃねえか。あ、止まらないから。いや、急行だって。あと10分このバス乗ったら私は家に降りるんでね。これしぐれ家前で止まるんですよ、このバス。実はえ、ママ横のボタン押さなくていいの？いや、いいんですよ、あの終点だから。終点ってピン…え、気づいちゃった。君たちも終点で降りるってことは私んち来るってこと？嫌なんだけど、早く降りて。終わり終わり、帰って帰って。そうだそうじゃないんだよ。みんなで鍋囲んでゲームするとじゃないんですよ。ウイの家で二次会じゃないんですよ。お前が降りろ。お前が降りろって言われてしまった。あ、9時じゃん。みんなさよなら。急に終わるよ。みんな今すぐにこのバス降りてください。あ、バスの運転手さんも降りてください。みんな降りて降りて。バスジャック。まあ私は拳銃差分もありますからね。ありませんよそんなの。まあ普段から拳銃持ち歩いてるんでね、いつ ASMR やれって脅されても大丈夫なように持ち歩いてますんで、この拳銃でバスジャックしつつ、皆さん、まあバスジャックって本来出さないんですけどね。バイバーイ、バス降りろー。いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。